Hey, what's up? 山本です。私は今函館空港に来ております。先ほど北海道エアシステムのサーブ 340B という飛行機に乗って丘珠空港から到着したところになります。本日お届けする動画、ホテルレビューの動画になります。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 V リーガー私山本が旅の情報、ホテルレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日宿泊するホテル、フォーポイントバイシェラトン函館というホテルになりまして、ご存知の方も多いと思います。このホテル知ってるという方も多いと思いますし、あと個人的な話なんですけれども、先月からマリオットプラチナチャレンジというものを始めております。簡単に言うと16泊したらステータスプラチナ上げるよというものになっておりまして、このキャンペーンにまんまと乗せられて始めております。6月にロサンゼルスのホテルから始まりまして、メキシコで数カ所泊まって今に至ります。だいたい今まで7泊かな、自分でも正直覚えてません。パソコン見ればデータ残ってるんで分かるんですけども、16泊まで残り1ヶ月ちょっとかな、1ヶ月半弱で行えばプラチナのステータス上げますよということなので、残り何泊かごめんなさい覚えてませんけれども進めていこうと思います。てなわけで今回は4ポイントバイシェラトン函館に泊まりまして、ご存知の方多いと思います。こちらのホテルは日本の中でもマリオットグループとしてはとても安く泊まることができるホテルになっておりまして、他にはフェアフィールドバイマリオット大阪ナンバーだったかな、大阪にも安く泊まれるホテルがありまして、今回だいたい5000円ちょっとで泊まることができます。アメリカやメキシコでも5500円ぐらいで1泊で泊まれるマリオットグループのホテルあんまりなかったので、あっても1カ所2カ所ぐらいだったんですけども、とてもお得にステイすることができます。こちらのホテルは昔ロワジールホテル函館というホテルだったのが、何年前かな、あれ2016年、7年、5年前後前に新しくリブランドオープンしたホテルになります。しかも函館駅の真ん前にあるので利便性最高にいいホテルなので、今回そちらの様子をお届けいたします。以前実は一度このホテル泊まったことがあるので、どんなホテルかはある程度僕の中でも分かっておりますが、改めて YouTube ではお届けするのは初めてですので徹底的にお届けしようと思います。それではバスに乗って函館行ってきましょう。函館暑いな。函館空港から街中に行くのは直行のリムジンバスであったり路線バス、いろんな行き方があります。リムジンバスの場合は450円で、路線バスの場合は300円になります。バスが到着しました。これに乗って函館駅に向かいます。本日乗車しているバスですが、ご覧の通りお客さんの姿ありません。このバスは函館空港出発後、トラビス新修道院であったり五稜郭タワーなどを通って函館駅に向かうバスになります。停留所も4カ所が5カ所ぐらいしかありません。なのでトータルのお客さんが4名なんですよね。空港で乗ってきた方2人が次のトラピスシヌ修道院で降りて、そこのトラピスシヌ修道院で乗ってきた方が五稜郭タワーで降りました。五稜郭タワーからは誰も乗ってきておりません。途中の停留所では降りる人も乗る人もどちらも降りませんでしたので、ただいま私一人になっております。本日函館バスのバスに乗っておりまして、このバス実は函館の市電と乗り継ぎの制度を行っております。バスの運賃に50円追加することによって市電に乗り継ぐことができます。函館から函館駅までは300円の運賃になりますので、350円を支払えば市電に乗り継ぐことができます。ただし乗り継ぎができる停留所限られておりまして、函館駅前、五稜郭、深堀町、湯倉神社、この4カ所のみになっております。今回は函館駅到着後市電に乗る予定があったので、今回はこちらの乗り継ぎ運賃を支払って市電に乗り継ぎたいと思います。ちなみに函館のバスはスイカなどの交通系 IC カードを使うことができるんですけれども、乗り継ぎ制度はこの制度使えません。函館のご当地交通マネーであるイカスニモカというものであれば、特に何もなく自動的に乗り継ぎ運賃が適用になりますが、現金で支払う場合は乗り継ぎしたいということを運転手に伝えないといけませんのでご注意ください。函館駅到着しました。最速のバスだと函館定山バス、直行のバスがあるんですけども20分ちょっとで着くんですけども、今回は先ほど言った通りトラピスシヌ修道院だったり五稜郭タワーの方を経由してきたため1時間ぐらいかかってしまいました。函館空港のバスは到着に合わせて運行されますので、そ
少し時間がずれてしまうと、このように1時間以上かかってしまうのでご注意ください。本日宿泊するホテル、4ポイントバイシェラトン函館、目の前です。なので函館駅正面にあるんですけれども、歩いて 1,2 分で到着する高立地のホテルになっております。ただ今11時過ぎですが、アーリーチェックインできるのでしょうか。行ってきます。ホテルの入り口に到着しました。先ほどからお伝えしている通り、函館駅から 1,2 分で到着する高立地のホテルになります。やはりチェックインはまだ早いということで、荷物だけ預かってもらうことにしました。てなわけでホテルに戻ってきました。チェックインも済ませました。ホテルにたどり着くまでの間は別動画で食い倒れツアーみたいなことをやっておりますので、そちらの動画でぜひご確認ください。それではお部屋の案内していきましょう。本日の部屋はこちらになります。12175室になります。それでは本日もルームツアー始めます。あらかじめ荷物は置かせていただきました。まず入ってすぐ左側のスペース、ハンガー、消臭剤ございまして、下にはスーツケース広げる台があります。もう事前に自分のカバンを置かせていただきました。さらにその下、スリッパございまして、ここは空っぽです。その隣、冷蔵庫ございます。冷蔵庫の中はこちらきりした空っぽになってますと思ったら、下の部分にお水が2本入ってました。その上、ポットがありまして、これはコーヒーかな、ドリップコーヒーが UCC のもの入っておりました。その他カップ、グラス、ティッシュなどございまして、その隣にドリップコーヒーのマシンがありまして、この下、金庫と引き出しの中はランドリー関係のものと、あとなんだろう、これな、ホテルの案内が入っておりました。あと選手も入ってます。その上、テーブルです。電話がありまして、リモコンがありまして、メモ帳、ボールペン、スタンドライト、その上にテレビがございまして、デスクの部分にはなんだこれ、美味しそう、函館コリンゴのカスタードパイ、そしてシャキシャキリンゴの丸ごとカスタードパイ、めちゃくちゃ美味しそう、これの案内と、他にはコロナウイルスの感染対策、こんなことしてますよということですので、どこのホテルも最低限プラスアルファの感染対策はしっかり行っております。その隣、空気清浄機がありまして、ここに机と一人用のソファーがありまして、本日は2ベッドルームのお部屋になっております。窓からの景色はこんな感じ、お、いいですね、函館駅ビューになっております。 JR の線路もありますので、後ほどズームしながらいろいろと解説していきたいと思います。ベッドを越えて水回り、まだ紹介しておりませんでしたので、水回り紹介していきましょう。ででん、少し段差がありますのでお気をつけください。この部分少し段差があります。トイレは、あ、これトイレも交換してますね。リニューアルして、水回りはとても綺麗ですし、うん、なんだろう、気持ち広いなって感じがします。上の部分にはシャンプーなどございます。石鹸も同じアクティブボディケアでっていうんでしょうか、こちらのメーカーで統一されております。その上にタオル、コップ、歯ブラシなどなどございます。ドライヤーもございます。こんな感じの部屋です。本日の客室は函館駅ビューのお部屋になっております。駅前のロータリーなどもバッチリ見ることができます。数年前にこの函館駅前横丁という場所がオープンしたんですけども、実はまだ1回も行ったことがないので、後ほどちょろっと見てみようかと思います。そして函館駅ビューということで、この奥には線路が見えておりまして、現在こっから見える範囲だと函館ライナーの車両と、奥に札幌行きの北斗止まっておりまして、今ちょうど普通列車のディーゼルカー、お、長いな、3両編成のディーゼル車両、こちらが入線してきました。函館発着の普通列車、1両編成のワンマン運転することも珍しくないので、3両って結構長い車両だなって感じがします。
本州にお住まいの方15両編成というのが普通なので、いや3両でも短いよと思われる方もいらっしゃると思うんですけども、北海道は先ほど言った通り1両のワンマン運転も普通にありますので長く感じてしまいます。そしてその奥には特急北斗で使われている車両の一部がここに置かれております。この奥に映っている車両も北斗で使われている車両になりまして、あまり鉄道詳しくないので詳しくは言えないんですけれども、おそらく減便プラス車両数を減らした状況で運行している関係で余った車両をここに置いているのではないかと思います。間違ったらごめんなさい。この奥に見えるのが札幌行きの北斗になりまして、もうそろ出発かな、時刻表見たら48分出発ということだったのでもう間もなく出発するみたいなんですけども、本日千歳線で人身事故があったみたいでダイヤが乱れているそうです。夜になったらもっと綺麗な光景になるのでしょうか。本日の窓からのビューはこんな感じでした。今日は早起きしたのでめっちゃ眠いです。ちょっと早いんですけども今日はバタン休したいと思います。枕は2つあって、お種類違う、柔らかめの羽枕と半分羽で半分パルプっていうんですかね、つぶつぶが入ってるあの枕で、今日は羽枕の気分なのでこっちで寝ます。うん、いいですね。もちろん匂いも無臭です。それでは寝ます。おやすみなさい。おはようございます。朝になりました。起きます。部屋を出ました。こちらのホテルもちろん朝食があるんですけれども、ごめんなさい、起きた時刻が9時半だったため諦めます。申し訳ないです。13階に来てみました。13階は夜景フロアという名称がついておりまして、リラクゼーションルームリラッサというお店が入っております。主にマッサージなどを受けることができるお店になっておりまして、他にもエステもやってるみたいです。そしてこの奥にはバーがあるんですけれども、バーはこの時間帯での営業です。朝の時間は営業しておりません。この奥には夜景ルームということで専用の区画があるみたいです。今回私12階のお部屋だったのでここは立ち入ることできないので、そのまま下に降りたいと思います。朝の函館駅の様子です。いや今日は雲があるんですけれども、晴れ間も所々出しております。暑いな。それではもうそろチェックアウトします。チェックアウトの準備が整いました。本日も素敵な滞在ありがとうございました。本日は先ほども言った通り9時半に起きてしまいまして、朝食食べられなかったのでこの後近くで朝食食べます。詳しくは別動画、函館の食事編の動画をお届けしておりますので、そちらでご確認ください。本日も素敵な滞在をありがとうございました。チェックアウトします。スーツケースめっちゃ重い。チェックアウトいたしました。本日は4ポイントバイシェラトン函館宿泊いたしました。今函館駅にいるんですけども、もうすぐそこなんですよ。どれぐらいそこかというと、これなので函館駅から1分も歩かないところで到着しますので、こういった利便性の部分ではとても優れたホテルになっておりますし、もう1点、価格がめちゃくちゃ安いんですよ。マリオット系のホテル結構な値段するところ多いんですけれども、こちらのホテル夏のシーズン8月23日平日からの1泊ではあるんですけども、5500円ぐらい泊まることができました。なのでこういった部分でもリーズナブルに泊まることができるので、とてもいいホテルではないかなと思います。あとは私のようにマリオットプラチナチャレンジされている方、このホテルに16泊連泊してもステータス獲得できますので、だから6530の10万円はありますね。9万円ぐらいでここでずっと16連泊してれば達成することも物理上は可能ですので、とてもリーズナブルに抑えることができるのではないでしょうか。安いからといってどこがダメだとかそういうところはないですし、本当にすごくコスパに優れたホテルではないかなと思います。他には朝食食べられませんでした。申し訳ないです。なので先ほども言いましたが、朝食は食事編の別動画をありますので、そちらでご確認ください。残り8泊ぐらいかな。なのであと1ヶ月ちょっとで8泊頑張って達成しようかなと思います。というわけで今回の動画はここで失礼いたします。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅費は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日はマリオットプラチナチャレンジの一環で4ポイントバイシェラトン函館で泊まらせていただきました。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。